動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回は焼肉ダイニングワンカルビさんにやってきました。店内に入るともういい香りがします。ということでまずはメニューを見ていきます。で今回は全品焼肉食べ放題コース3780円税抜きにします。で全品焼肉食べ放題コースは牛タン以外はここのメニューに載ってるの全部食べれます。ハラミも食べられます。厚切りハラミで上カルビとか上ロースも食べれます。で焼きすきもこの全品食べ放題じゃないと食べれないということで全品焼肉食べ放題しか勝たん。勝たんって誰が言い出したんでしょうか。知ってる方がいましたら教えてほしいです。で赤エビとかあってこういう赤辛だれ辛い系ホルモンもあったり焼き野菜盛り合わせでこういう前菜系からのローストビーフユッケ風。ユッケ風でもすごい嬉しい。生肉だとねさらに美味しいですけどやっぱローストビーフでも非常に美味しいのであると嬉しい。でこのようにサラダもいっぱいあってご飯物も充実しておりまして石焼きチャーハンっていうのが新たに登場してます。でこの冷麺めっちゃ美味しそうなんですけど未だに食べれておりません。お腹の容量が足りておりません。でこちらデザートは一人一品のみとなっております。で今回は8月から11月限定のご当地うまいもんグルメフェアということで松坂風のこの鶏味噌焼肉で気仙沼風ホルモン、ホルモンはホールモンが由来説、はい、で宮崎名物辛麺、新麺じゃないです、大阪名物たこ焼きでタコつながりでタコライス風サラダでイカのゴロゴロゴロ焼きで僕の地元の兵庫県のそば飯からのデザートは宮城県高知県愛媛県からノミネートされております。それではまずはネギ塩タン、こちらは豚のタンとなっております。で次が厚切り上ロースステーキ、マジの厚切りです。2センチ近くありそうです。でこちらがワンカルビ、店名にもなっておりますワンカルビさんです。でこちらがサガリステーキトリュフ香る贅沢ソースですごい美しいということでいただきます。タンからまずは焼いていきます。綺麗な網で綺麗なタンを焼いていきます。でワンカルビもお隣で焼いておきます。結構厚切りなんで時間がかかります。そうこうしているうちにタンが焼けたのでネギをタンで大量に包みます。こちらまず一口食べますともう笑っちゃうぐらいファーストタンめちゃくちゃ美味しいです。うまし。でこちら厚切り上ロースステーキも焼いていきます。このようになっております。いい感じですね。はい。で沖縄名物タコライス風サラダがきまして気仙沼風ホルモン、さらにシャキシャキキャベツとご一緒にということでまずはこのタコライス風サラダを食べます。キャベツじゃないんかいって感じです。で当たり前なんですけどめっちゃタコライスだったんでご飯の上に乗せてもすごい美味しいかなと思います。でこちらワンカルビをカットしましてこのようになっております。超美味しそうです。ということでまずはレモンダレにつけていただきます。超プルプル美味しそう。一口食べると油がじゅわー、はい、うますぎます。こんなに油が甘くてそしてめちゃめちゃ分厚いのにお肉が柔らかくて簡単に噛み切れます。ほんとうますぎます。でこのロースもハサミ越しに伝わるお肉の柔らかさ超美味しそうです。こちらもレモンでいただきます。ロースでもうほんとこうもめっちゃ美味しくて前より美味しくなってるような気がします。このタレ玉ねぎのソースですかね、こちらのソースにつけて食べてももうめちゃめちゃ美味しいです。もうほんとお肉超しっとりでお肉の旨味がもう半端なく溢れ出てきます。こちらが松坂風鶏味噌焼肉、この味噌つけて食べます。大阪の名物たこ焼きで上カルビの
すき焼き、間違えて焼きすき、で厚切りのハラミ、上身のの湯引き、でこのサガリステーキを焼いていきます。ハラミも焼いていきます。超贅沢。お肉が厚切りなので、まずこの上身の湯引きを食べながら待ちます。こちらの上身の湯引き、すごい歯ごたえしっかりで、いい感じにこのホルモン臭さというか、なんかいい香りが鼻を吹き抜けて突き抜けて、非常に美味しい湯引きでした。上身の最高で、こちらハラミとサガリとだいぶいい感じに焼けてきました。まずはハラミさんから食べます。もうこのハラミとんでもなくうまいです。びっくりしました。もう超柔らかくて、もうお肉のうまみ最高だったんで、もうハラミ好きな人は絶対に頼んでほしい激うまハラミでした。でサガリステーキもいい感じになってきたので、このようにさらに焼いていきます。美しすぎる。で焼けるまでちょっと焼きすきを楽しもうかなと思います。卵を全力でくるくるしてる間にもうあっという間に焼けるので、卵大量につけて超美味しそう。どうでしょうか、飯テロになっておりますでしょうか。最高に美味しいです。油の甘みとこの味付けも甘くても超口の中が幸せで、次はサガリステーキを食べます。ちょっと貴族じゃないんでトリュフはほとんど食べないんで、ちょっとトリュフ感はわからないんですけども、このお肉うますぎるということはわかりました。思わずうまさを奥様に伝えております。ほんとサガリって部位なんですけども、テンションは上がります。はい、親父ギャグで、次気仙沼ホルモン、こちら気仙沼風ですね、ホルモン焼いて、松坂風鶏味噌焼肉、ちょっと焼けるの時間かかるんで、またローストビーフユッケ風をこう卵を混ぜて絡めて食べます。でトッピングにしそ、わさび、とろろ、のりが揃えられているので、こういろいろとこう味変して楽しめます。で個人的にはわさびが大好きです。でホルモンがすごい油で燃えております。思わず熱くてやけどしそうになりました。でキャベツの上に大量に乗せて食べます。ちなみに気仙沼のこのホルモンはこういう概念、こういうのが気仙沼ホルモンだそうです。ちょっと一時停止でよかったら見てください。本当ホルモンとキャベツの相性、ウスターソースも相まってめちゃめちゃ美味しかったです。超好き。でこちらレバー、肝か、肝と皮を焼いてる間にももが焼けたので食べます。このもももすごいしっとりした肉質で柔らかくてとても美味でした。で皮、この皮もどうでしょう、プルプルです。すごい身がすごい分厚いので、もう食感もプルプル食感がもう非常にたまらんって感じです。次は鶏の肝、鉄分がいっぱい含まれているので皮と肝食べてお肌プルプル、血液バッチリですね。はい、で上ロース焼きすき、1枚取ろうと思ったら全部取れちゃったので、このまま豪快に焼いていきます。このように卵を絡めてひたすらに美味しそうです。そしてひたすらにうまい焼きすき最高。でロースなんでカルビよりさっぱりめです。僕の好みはこの脂たっぷりのやっぱカルビがより好きだなといった感じです。でたこ焼き、ちょっと最初に頼みすぎてちょっと冷めちゃったんで、焼きたこ、たこ焼き、はい。で兵庫県には明石焼きがありますって言ってる間に食べちゃいました。でこちらが高知県の芋けんぴ&高知柚子サイダーなるものを頼みました。太いストローを刺して飲むと、すごいなんかいろいろこう相まって、なんかみんなで美味しくしようっていう食材たちが協力プレイをして、超爽やかな味で美味しかったです。でこちらが宮崎の名物辛麺、辛麺はスープまず飲むとおーって本格的ってなりました。で麺はちょっと縮れております。この多分牛骨の味がしっかりで、辛さは控えめで、ニンニクのパンチがあって美味しいです。で麺はそこまで多くないんで、なんか後半戦でもきっと食べれます。でこちらアルミホイルに包まれているものは何でしょうか。正解は青森名物のイカのコロ焼きでした。めっちゃイカ入ってました。そしてめちゃくちゃバターが効いてるイカした味で、すごい美味しかったです。はい、でこちらすごいなんか僕が頼んだら売り切れたので、イカ好きな方は早めに頼むのがいいのかなと思います。
で、厚切りハラミちょっと美味しかったんでもう一回頼んじゃいました。本当はサガリも食べたかったです。でこちら超うまそうということで、綺麗に焼けました。でもハラミ本当にめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ食べていただきたいです。でこのスパイスは本当あの名前の通りかなりパワフルな味なので、ハラミの旨味をより味わいたい方はスパイスなくても良いかもしれません。で、神戸名物そば飯、僕の地元の兵庫県です。このように非常に美味しそう。こちらすごい石焼きできてるんで、もうソースの焼けた香ばしさがめちゃめちゃ美味しかったです。なんか本当にあの屋台、お祭りの屋台で食べるようなすごいもうめちゃくちゃ美味しいそば飯でした。ということで、あっという間に食べて完食です。でこちらデザートタイムに入ります。仙台風ずんだ大福のワパフェとなっております。ずんだです、ずんだ。せっかくモナカがあるので、モナカの上にこのように乗せていただきます。あのずんだ茶寮さんのずんだシェイクを想像して食べると、ちょっとずんだ感は弱いかなって感じなんですけども、非常に美味しいワパフェでした。でデザートは一人一品なんですけども、本当どれもクオリティが高くてかなりのボリュームなんで、多分1個食べたら満足するのかなと思います。ということで完食で、この日は3人で来てて、バスク風チーズケーキとプリンのパフェをもらったので食べるやつ、甘いものは別腹です。さっき1個で十分とか言ってたのに美味しくいただきました。完食。私、皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップして、チャンネル登録1万人を目指しているので、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。今回もワンカルビさんめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。